きを引き締める簡単トレーニングを今日は4つご紹介していきます。ふくらはぎといえばですね、下半身痩せの最大の課題とも言える場所になっているかと思います。ししゃものようなね、ふくらはぎだけ太くなっちゃったんだっていう人、昔特に運動してた方とか多いんじゃないかなと思います。私もかつてそうだったんですけど、そういったふくらはぎ太り、ししゃも足ってやつですね、になっている原因って、実は筋肉っていうわけじゃなくって、冷えだったり血行不良によるむくみっていう場合が多いんですね。で、私たちの体の筋肉すべて伸び縮みのポンプの働きで体中に血を巡らせているんですけど、このふくらはぎの筋肉ってそのポンプの働きがとっても強い筋肉として有名なんです。ただギューッと縮めて血行不良な状態を続けるんじゃなくて、しっかりと伸び縮みの運動を入れてあげることで足、ふくらはぎの付近もすっきりしてきて、さらにはむくみも解消しやすくなっていきますので、今日はその伸び縮み運動を簡単にできるものを4つご紹介していきます。今すぐその場でできるものばかりなので、ぜひぜひ一緒にやってみてください。それでは早速始めましょう。はい、ではまずはヨガでいうダウンドッグの姿勢になっていきます。片足ずつ足を後ろに引いて、プランクの体勢からお尻を天井の方にぐっと引き上げていきましょう。もうね、この体勢取った時点でふくらはぎすごく伸びてる感じがするよっていう方はこのままでも大丈夫ですし、もっと動けそうな方、片足ずつかかとを上げ下げして、反対側の足、思いっきり床の方にギュッと近づける足踏みを30秒間続けていきます。手のひらでしっかり床を押してお腹力入れておきましょう。よーい、スタートです。素早く動くというよりかは、しっかりとかかとを地面にぎゅーっとくっつけて、ゆっくりねちっこく動いていきましょう。自分の足の裏側、後ろ側が伸びてるのを感じます。3秒です。はい、OK では動きを止めて、両膝床について元の体勢に戻りましょう。今度は立ち上がった状態でふくらはぎトレーニングをしていきます。次は立った状態で両足を揃えます。で、バランス取りづらい方は壁だったり椅子の背もたれに手をついてもらって、そのまま片足ずつ膝を曲げる、伸ばすを繰り返していきましょう。では、いきます。しっかりとふくらはぎ意識しながら動いてみましょう。スタートです。膝曲げる、伸ばす、曲げる、ふくらはぎを縮める、戻す、縮める、戻す、繰り返していきます。でね、レベル1です。徐々に強度を上げていきますね。しっかりと呼吸入れながら、かかとを高い位置に上げていきましょう。残り3秒です。はい、では今度は両足揃えて、両足のかかと上げる、下ろす。しっかりと足の指で踏んで高い位置まで上がっていきましょう。スタート。アップ、ダウン。お腹薄いままゆっくり上がる。下半身全体の引き締め、むくみ解消にもつながっていきます。息を吐く、戻って、さあ、あと少しです。頑張りましょう。上に引っ張られるように。はい、OK。最後は足を大きく開いて、つま先を45度外側に向けます。この状態で膝を曲げ、腰を落として、腰落としたままかかとをアップ、ダウン。ステップ3、結構きついですよ。頑張りましょう。よーい、スタート。よ、下ろす。バランス取りながら、かかとを高く上げる、下ろす、上げる、つらいよ。しっかりと足の甲が伸びるくらい、つま先で床を押してみてください。お腹薄いままよ。呼吸止まってないですか？あと少し。3、2、1。はい、では動きを止めて足閉じましょう。よし、ブラブラーと揺らして、今日は以上になります。はい、お疲れ様でした。どうでしたかね。非常に簡単にできる立ったままのトレーニング、そしてあとはダウンドッグのような形のトレーニングだったんですけれども、特に女性の皆さん、体が冷えやすかったり、あとは普段ね、先の細いヒールタイプを履いている方は特に足先、ふくらはぎ、血流が悪くなりやすい状態になっているので、まめにああいう動きを入れてふくらはぎの血流を促すようにしてみてください。美は一日にしてならずということで、継続がとっても大事になってきます。ぜひぜひ今日の動画見て一つでもね、何か動き覚えられたよっていう方は毎日継続してみてください。今日の動画一緒にやりますと言ってくださる方、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。そして通知もオンにしていただいて、これからも一緒に運動していきましょう。コメント欄で感想もお待ちしています。ありがとうございました。